ここでは、千利休に対する和歌と佐道の指定関係を説明します。まず、ここで注目していただきたいのが、辻玄斎という方です。この人は、現在佐道松尾流というものの子祖になっています。 でこの辻玄祭というのは竹の女王の弟子です。佐渡に関してはですけども。えー、それで竹、えー、の女王から茶の湯の、えー、台数ですね。台数出前のやり方を肘として送電しています。で、この辻玄祭から利休は台数出前を 習います。沢重州にその頃辻源斎というもの古来のダイを知る宗駅。創益現在のところへ行きて古流を習い。5点において塾を祀ると書いてあります。5点というのは？秀吉の前ですね。で、まあ、簡単に言うと利休は辻現在から。ダイス出前を習って。 秀吉の前で披露したということになりますで竹の女王は利休の師匠でもありますのでこの二人は兄弟弟子ということになりますねでこの辻元斎という人なんですけども まあ金利御用、今で言うと宮内庁の御用達の呉服店、呉服商の炭、えー、屋というお店の人ですね。で、その人が竹の女王と共に三条西三根高、この人です。この人に、レンガ、華、ま、道、あ、ですけども、レンガを習っています。 で、このレンガというのは何かというと、一番上の神経、この人ですね。この神経という人から発症しているもので、村田樹高に影響を与えています。ここです。なので、基本的に茶道の基本というよりは、茶道の大元、根本になる部分は、和歌、レンガ、 これから発症しているということが分かります。で、この神経という人と、この飛鳥井正親と読みますけども、この飛鳥井正親という人は、えっ、ー、と、大体同世代ですね、この辺同じぐらいの年代の人です。で、この人から、 この二人から葬儀という人が和歌を習います。で、この葬儀から習って脈膜と続くレンガの指定関係。その指定関係から来ているお話と、この扱いカコレチカから来ているレンガの話。この二人から 直接辻元祭は習っています、まあ、ちなみに読み方だけやっていきましょうか「葬儀」「葬長」「それから」「葬石と読みますね「谷」「葬木それから」葬から「里村」「葬久」「里村」「昭波」ですねで、まあ、辻元斎ですけども。 こちらが村田寿子、主公とも言いますけども、それから藤田総理、重視屋総珍、重視屋から村田宗儒、そして竹の女王で、その弟子の千利休ですね。以上です。